バヤ島のヤロビワンワヤ島とワヤセワ島を結ぶサスヤサワ。諸島は、フィジー共和国西部地域場州に属する諸島。ビワ島を、はじめ、およそ20個の火山島からなり、総面積は135平方キロである。ヤサワ諸島は6つの火山島と、その周りに散らばる小島群からなり、ビキレブ島西部の都市。 ラウトカの北東8 0トルから北西4 0トルの地点にかけて列をなす。火山島の最高点は2 5 0ルから6 0 0ルになる。1987年まで、フィジー政府はヤサワ諸島の陸上の観光開発に積極的ではなかった。この諸島のクルーズは1950年代に開始されていったものの、乗客は戦場にとどまり、 島の住民には、わずかな利益しかもたらさなかった。現在、安沢諸島で最も著名なリゾート地は、ナヌヤ・レーブ島である。リチャード・エヴァンソンが1970年にこの島を購入し、1972年には移住した。1980年にはこの島を舞台に、青い珊瑚礁という映画が撮影され、その後エヴァンソンは、タートルアイランドリゾートを設立した。 1980年代諸島には、田辺和島に3つのリゾートが建設された。現在観光はこの地方の主要産業に成長しており、各島にはリゾートが点在している。矢沢諸島で最も大きな村は、矢沢島にあるナブケル村であるが、矢沢諸島の主張であるつい矢沢は、矢沢島北端の矢沢イララ村に居住している。ヨーロッパ人で初めて矢沢諸島を発見したのは、 1789年に、バウンティ号の反乱によって追放され、ティモール島を目指す途中だったウィリアムブライである。ヤサワ諸島、ママヌザ諸島リゾートガイドフィジー政府観光局、2011年3月30日、閲覧。ありがとうございます。